はい、皆さん、こんにちは。緊張するような動画です。今回紹介するのはこちら、エンパイアキーパーの青をご紹介したいと思います。こちらのですね、知り合いのマジシャンからいただいたんですけど、すごくね、かっこいいトランプを手に入れました。で、こちらなんですけれども、結構色のバリエーションが多くて、例えば赤だったりとか、黒、緑とか、結構いろんな種類のね、色がたくさんあるわけですよ。で、まぁ、今回はね、こちらの青をご紹介したいと思いますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。ってことで、早速近くで見ていきましょう。はい、それではまずは、箱の紹介からしていくんですが、こんな感じになっていまして、上の方にはエンパイアキーパーと書かれていますね。で、その下、ちょっとわかりづらいかもしれませんが、ドラゴンカーブと書いてあります。で、その下、わかりますかね、これ、ドラゴンの、デザインが書かれております。かっこいいですね。で、その下、プレインカーブと書いてあって、で、スタンダードと書いてあります。で、横はこんな感じで、エンパイアキーパーメイドイン台湾と書かれてあります。台湾製のデックですね。で、こちらには、マジックフィニッシュ、エンパイアキーパーと書かれています。で、下はこんな感じですね。で、そしてこちらが裏ですね。すごくね、かっこいいデザインとなっております。で、ちなみにこちら、シールがついてありません。すごくいいですね、これは。はい。箱の紹介は以上になります。それでは早速中身を見ていきましょう。まずですね、ジョーカーが1枚、そして2枚。で、色が違いますね。黒と赤で。すごくかっこいいですね。で、こちらがスペードのエースです。なかなかかっこいいですね。で、基本的にまあ表のデザインなんですけれども、特に変わりはなさそうですね。こんな感じで。で、大きさも変わらずでいいですね。はい、表のデザインは以上になります。続いて裏を見ていきましょう。はい、こんな感じです。まあ、箱と同じなんですけれども、すごくね、この白い縁が、細いので、この辺すごくいいですね。では実際にちょっと広げてみましょうか。表向きで広げてみると、こんな感じ。しっかりとインデックスも見えるのでいいですね。で、裏向きで広げると、こんな感じ。この、裏のデザインのね、これが目立っていいですね。で、今度は、混ぜてみましょうか。結構ね、混ぜやすくていいですね。で、まあ、こちらのデックね、まあ、だいぶ使い込んでるんで、まあ、多少、汚くはなってますけど、それでもね、まだ十分に使えます。こんな感じで。まあ、こんな感じでテーブルリフルシャッフルもね、まあ、やりやすいですし、まあ、あとこんな感じで、カーブ同士もね、噛み合わせやすいですし、すごく扱いやすいです。で、こちらのデックなんですけども、まあそこまで硬くはないんですけど、まあマジックやフラレッシュにも、そしてコレクションにも十分だと思います。はい、ということで今回はエンパイアキーパーの青をご紹介したんですが、めちゃくちゃかっこいいトランプですね。で、こちらのデック、まあ冒頭にも言ったんですが、まあ色のバリエーションがたくさんあるので、もしね気になった人はぜひ買われてみてはいかがでしょうか。で、まあ、そんなに高くはないと思うので、もしね、興味のある方は、ぜひチェックして買われてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでも良かったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。また、その他、Twitter、Instagram もやっておりますので、説明欄からフォローお待ちしてます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。